はい。では、始めたいと思います。自作のシューティングゲームです。タイプスクリプトで作ったシューティングゲームで、今回は、ブラウザをエッジにして、プレイしようかと思います。で、今回この画面、今までになかったんですけども、開発環境を変えたんですね。これちょっとまたプレイ中にお話ししようかなと思ってて。で、ブラウザの特性なのかはわかんないですけども、ゲームの曲とか効果音は、JavaScript の API であるオーディオコンテキストを使ってるんですけども、どうも、ブラウザだったら何かしら、そのブラウザにキーだったり、クリックとかを起こさないと、ブラウザがなんか警告を出したりするんですね。要は、ページを開いた時に勝手に音を流すのが、よろしくないらしく、そんな最近の話ではないと思うんですけども、そういうのも加味してですね、今この画面はですね、これで言ったら何でもいいんですよね、クリックするのは。今は、PC のブラウザなんで、今、開け捨て使ってるんですけども、それで何かしらキーイベントを起こさせてやればいける感じですね。で、今、こんな感じで、オープニング画像が表示されました。じゃあ、この辺のさらなる詳細はプレイをしつつ、じゃあプレイを始めたいと思います。よいしょ。じゃあノーマルですね。ちょっと開発環境を変えてですね、ゲーム自体は変更してないんですけども、ちょっとちゃんと動くかがちょっと不安ではあったりするんですけども、始めたいと思います。で、今回は、タイトルの通り、エディットで、今回どうしようかな。グラスリーの C 装備に近いやつにしようかな。バーディカル、レーザー、オプション。今回シールドにしてみようかな。で、色は、ブルーにしようかな、今回は。はい、じゃあ、プレイをしたいと思います。このミサイルは、2way なんですけども、放物線にこう進んでいく。で、さらにこのスプレッド機能がついてるっていう 2way のミサイルで、一応スモールスプレッドというふうに、称しています。グラスリーもこんな感じの 2way ですね。C 装備かな？こんな感じの放物線を描いて。ゲーム、あ、嘘、あぶねえ。ゲーム側の方のあの 2way はすごい扱いづらいですよね。ただグラ2の 2way は、ほぼ上下の方向なんで、攻撃しやすいんですよね。危ない。危ない。いけるかな。
それか。こう、同じ砂漠の地形だから、どこにこういった鳥が出てくるかわかんないんですよね。作った自分もわかんない。ただまあ、時期が、その地形の右側に行けば、もう飛んで出てこない。あれ、なんか、やたら鳥がえれえ登場してくるのは何でだろう。いや、その開発環境は変えたんですけど、ゲーム自体は特に何も修正してないはずなんだよな。なんだろう。まあいいや。まあ、こんな装備だったら、攻撃、ああ、赤い弾がもったいないな。で、後半戦になって、ああ、カプセル取りたいな。ああ、青か。お、ここでミサイルを、ボリーの、いやー、これで2面に行きたくないなー。なるべく、あ、ここでオプションを。まあいいでしょう。ちょっと怖いな、これ。はい、次は石のステージです。で、さっきの開発環境の話なんですけども、まあ、こういうゲームを作る上にあたって、まあこういうブラウザーでだいたいプログラム、コード書くのって JavaScript なんですけども、まあ最近っていうか、まあ Web アプリがこう定住してきてる中で、まあ、この JavaScript で、開発とか、実装するにはもうかなりこう大変な、開発するにどんどんやっぱ要望が大きくなるにつれ、ソースコードが肥大化してすごいメンテが大変だったりするんですよね。で、そこでそのウェブパックだったとか、そういった、開発しやすいように、ウェブパックとかいったビルドツールだったり、そのプレビュー、テスト開発環境で見られるような、そういった開発ツールがですね、ないと、なかなかこういうゲームも作るのも大変だとは思うんです。危ね、危ない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 。で、ちょっと待って、石が怖い。よいしょ。で、今までこれウェブパックで開発してたんですね。で、タイプスクリプトがものすごい大量に数あって、で、まあ、そのタイプスクリプトをそのウェブパックで、そのバンドルって言ってて全部固めて JavaScript に変換したりとか、それで開発してきたんですけども、まあ、開発自体は問題、そんなにっていうか支障はなかったんですけども、開発環境で、そのブラウザーで
チェックするのに、そのバン、タイプスクリプトをバンドルし、あ、タイプスクリプトをバンドルというか、まあ、JS 化するために、その、いろいろ処理が走るんですけども、それが重たいかったんですね。で、一つのコード、あ、コードを回収するのに、そのビルドして、リロードしてっていう、ブラウザーのリロードですね。それが、まあ、規模が大きくなる、なるにつれて、すごく、お得な、なるんですよね。だから更新確認するのにすごい時間がかかっちゃって、それがちょっとまあネックだったんですよね。で、まあちょっとその開発環境とか、もうちょっとこう早いツール、まあいろいろこう調べていってたんですね。で、最近のそのビューとかリアクト、まあ、ナクストとかもそうなんですけども、あれってその開発環境をそのか、自動的に生成するあのツール、例えば、リアクトだったら Create React App っていうコマンドを使って、そのもう一気に開発環境を作れる、そういう、ちょっと待ってくださいね。が、よし。あって、で、その、そのウェブパックのような、そのバンドル、JS とか、あ、タイプスクリプトとかをバンドルして、で、プレビューを、こう用意するツールがそのビートっていうツール、開発ツールですね。それをよく見かけるようになって、で、まあ、あの開発ツールで歌ってるのは、まあ、やっぱりそのコンポーネントを回収して、その反映、テスト環境への反映が、まあ、めちゃくちゃ早いというふうに歌ってて、まあ、確かに僕も、それ、試しで、環境構築してやったら、まあ、確かに早かったんですね。もう、まあ、サンプルなんで、コンポーネントなんかはもう全然少ないんですけども、もう、そのコンポーネントのソースを保存したら、もうプレビューが早かったんですよね。で、まあ今このゲームも、まあ、リアクトを使っているんです。ただリアクトを使ってるって言っても、もうドムがですね、もうこのキャンバスタグとかしかないんですけど、まあリアクトで、一応リアクトでもそのビートっていう開発環境は使えるらしいので、まあ、じゃあそれに置き換えたらどうなるかなと思って、先週、まあこのゲームの配信を終えた後に、まあちょっと気になってはいたんで、あ、ね、あ、やっちまったなぁ。もうなんかね、シールドがあると磁気の位置が調整しづらいですね。勘違いしちゃう。うわー、まあ一周目だからなんとかなんか、まあこれアンチですね。で、そのウェブパックからそのビートに、なんかビートっていう名前はなんか調べたらフランス語で速いっていう意味らしくて、まあ確かにそのサンプルのリアクトの開発環境でそのビート上で試しに更新とかしてみれば、まあ速かった。まあこのゲームにも当てられるかなと思って、
先週の金土曜日あたりか、そのぐらいの時から、まあ、とりあえずできるかどうかだけ知りたいなと思っただけで、軽い気持ちでそのウェブパークからの乗り換えにトライしてみたんですね。で、まあやってみたら、まあ動かないですよね、最初で。まあこれは実際に自分がその構築して、まあ、思ったことなんですね。ちょっと待ってくださいね。これね、このレーザーの順番を喋ってると忘れそうなんで、ちょっとここは。で、ここで次。で、3回目。後ろ、前。後ろ、で最後かな、最後のターン。よし、変なとこでやられちゃったな。で、さっきの開発環境の話なんですけども、まあ動かなかったんですよね。で、もともとこのゲームってそのなんていうんですかね、やり直すっていうか、画面このゲームをやり直す、最初からに最初の状態に戻すってなったら、もうブラウザーのリロードなんですよね。もうそれ前提で、やっぱダメだったか、取れねえか。いやー、ちょっともう一回チャレンジだな、これダメだ。で、ここでやられる。まあいいや、やり直そう。やり直す、やり直す、やり直し。コンティニュー。あ、コンティニューじゃねえや。まあいいや。いけるか、いけるとこまで行ってみよう。一応、コンティニューってやると、その、ゲームオーバーになったステージから再開するっていう風に、実装しています。で、ここでオプション。いや、どうしたんだろう今日。あれ、カプセルが取れない。いやー、まあ装備慣れしてないせいもあるかもしれない。あんま喋んない方がいいのかなと。で、ここでオプション。で、このビートの開発環境にしちゃうと、リロードじゃないんですよね。ウェブパックの時は、その開発環境の中で、例えば総更新とかしたら、リロードするんですね。その、開発チェックするときに、そのブラウザー、まあ、開いた状態で、ですけども、再読み込みするんですね。だけど、ビートは、再読み込みじゃないんですよね。
なんだろう、そのまあプログラムが走ったままの状態で更新だから再読み込みって言い方なのかな、なんて言うに感じなんですかね、ああいったのは。でもまあリロードじゃないんで、そのプログラム上に残ってるそのまあ変数とかですね、そういったのがまあ残っちゃうんで、その残ったまままた再度そのゲームを立ち上げようとするから、なんか余計な情報がこう読み込まれてエラーになってるっぽいかなと。これはまあ僕の見解なだけでなんですけども、まあそれが最初のつまずきだったんですよね。あ、でもなんだかんだ言って結構いい感じの装備になってきた。まあこのレーザーはですね、ずっと照射しっぱなしなんで、結構こういった硬い敵とかはいい働きをしそうな、もうすぐにやってましたね。あー便利便利。はい、早い。うん、素晴らしい。こういう感じで短い距離だともうずっと照射しっぱなしですね。よいしょ。で、何面か ?5 面か。最後。いやー、シールド取れたいけど、もうシールドの大きさが時期ぐらいな感じの大きさなんで、いや、やっぱ勘違いそうだよな。だからさっき壁に当たっちゃったんですよね。あー、まあ削られますわな。まあ行こう。結構耐久性のあるシールドなんですけど、何発で消えるかは分かんないっす。数えたことないんで、あの当たった数で計算してんじゃなくて、シールドの大きさで計算してて、そのサイズ以下になったら非表示みたいな、そんな作りです。で、さっきの開発環境の話で言うと、その初期化処理がまあちゃんとしてなかったんで、まあでもあの実装、もともとの実装ではまあなんだろう、そのこのゲームを実行する上でいくつかその準備、例えばオブジェクト、その敵とか、こういう敵とかのオブジェクトとかですね、それを呼び込むとかですね、そういった初期設定は、そこはもう意識して実装してたんで、まあ、まあ、ちょっと大変ではあったけど、初期化自体はそんなに、大変な作業ではなかった感じです。で、そのビートの、そのリロード意識、リロード更新っていうか仕様っていうんですかね、それを意識した形で初期化処理を見直したんですね。で、まあ、常時、その、プログラムが動くんで、なんていうか、その初期化をしたら、
今度はそれを例えば再読み込みをしたら、その初期化時にその変数に格納してたオブジェクトとかそれ一回リセットするようにしたんですけども、したんですけどもっていうか、そうするようにちょっと実装を見直したりしてましたね。で、そういうのはあのリアクト、これリアクトベースで実装してるんですけども、リアクトの癖というかその辺もやっぱ把握しなきゃいけない部分があって、その再読み込みして初期化してでまたなんかソースを回収したら今度は一回リセットさせてでまた初期化みたいな、そういうイメージで組んでたんですけども、リアクトのそれがそのリアクトのユースエフェクトっていうフックを使って、そういうやり方でいけるかなと思ったんですね。で、なんかそのリアクトを実装する上で、なんていうんですか、そのクリエイトリアクトアップで最初にそのリアクトを実行するソース、リアクトを実行するソースっていう言い方で言うのは、初期化処理みたいなのがあって、メイン、よくあるのが、メイン TS。で、そのメイン TS が定義してるコンポーネント、メイン TS が呼び出してるコンポーネントが AppTSX、JSX、TypeScript だから TSX か。で、もともとこのゲームの実装ってそのリアクトを初期化するそのメイン TSX とそのコンポーネントを定義してる AppTSX を一緒にしてたんですね最初。よし、ここにレバーあるかな。はい、よし。で、そうすると、要は一つのメイン TSX の中にリアクトの初期化するのと、コンポーネント一緒にセットにしてたんですね。で、そうしたら、僕のイメージではそのユースエフェクトでによってそのコンポーネントにユースエフェクトを定義するんですけども、どうもですね一緒にするとそのユースエフェクトの挙動がちょっと謎な挙動が起きていて、最初に初期化、リセット、初期化、リセット、初期化っていう流れにしたいんだけど、なぜか初期化、リセット、初期化、初期化をしちゃうから初期化が2回走っちゃうんですよね。そう、初期化がだからリセットせずにまた初期化しちゃってみたいな。だから、なんていうんですか、最終的にデータの整合性が取れずに、なんか変な挙動が起きたりとかしてですね。で、どうも、これは自分独自で調べて、例えばその、クリエイトリアクトアップで、実際にそのように実装したらどういう挙動になるかなと思ってみたら、やっぱりそういう風になっちゃうみたいなんですよね。やべ、スピード速すぎた。
で、なんか、それ、その呼び込み回数が、なんか、どんどん蓄積されていく感じなんですよね、そのソース、そのファイル構成だと。よくわかんないんですけど。だから、回、避けられないか。やば。今日はこれで終わるかな。やばい。やばい。ここで死ぬか。やばい。変なとこでやられたくないな。さっきのは弾切れだったんでしょうね。まあ、不慣れな装備なんで。怖い。結構早い。やばい。踏まれない。あ、危ない。振られたー。難しい。まあ、こんな、キューブラッシュなんか作るものがいけないんで。調子悪いっすね。もう回復。よし。これで積んだので。そう、それでユースエフェクトの挙動がちょっと謎すぎたっていうのがあって。でも、よくよく調べてみたら、まあその、クリエイトリアクトアップでその作られたファイル構成で、要はリアクトの初期化とコンポーネントを分けるやり方ですよね。あっちの方だとユースエフェクトが思い通りにいけたんですよね。ちゃんと初期化してリセットして初期化してっていう、そういう流れができたんで、だから分けなきゃいけないんだなぁというのが、まあ不思議というか、僕がまあよく理解できていないのもそうなんですけど、でもなんか、リアクトのその初期化、初めてのリアクト実装とか見てると、その、リアクトの初期化とコンポーネントを一つのソースにまとめたコードをよく見かけるんですよね。で、まあ確かに、まあ簡単だな。このゲームのようにキャンバスだけしかないんだったら、わざわざファイル分ける必要はないんだろうなぁと思ってたんですけど、でも、まあその、ファイルを分けたことで、ユースエフェクトの挙動が、まあ、正しく動くようになったんで、まあ、そうしないと。まあ、ユースエフェクトを気にしないのであれば、まあ、その根本、その構成でいけるんだとは思うんですけど、そろそろ自爆かな。怖い。ここでやられるとまたさっきのスピードの場所に戻るんで、それは避けたいんで、早く爆発して。まあ、そのおかげで
その初期化とそれのに対するリセットも、まあ実装が無事にできたっていう。やばい。ああ、後ろを防ぐやつはないからか、こういう場面は怖いな。やっぱ、こういうとこで、最強装備になれるっていうのはいいですよね。まあ、なんで、その、ユースエフェクトの使い方とか、その辺が、まあ、いくつか、まあ、勉強になれたかな、なったかなと思って、なんか、ユースエフェクトの他に、その、ユースメモもとかですね、そういうのもあって、もうなんか、やっぱリアクトって難しいっすよね。まだビューがやりやすいかなーって思ったなー。なんだろう、すごい開発者目線としては素晴らしい、開発ツールだと思うんですけど、まあ、なんつうんですかね、もう僕のイメージはもうプロフェッショナルすぎるっていう。以前その業務でリアクト、まあ勉強で初めてだったんですけども、一回トライしてみたんですね。で、簡単な実装とかわかるんですけど、業務システムでそれをやるってなると、まあ当時初めて自分もよく知らなかったのもあるんですけども、リアクトで覚えなきゃいけないところもあるし、インフラで覚えなきゃいけないところもあるし、もうそれで、ああ、ちょっとリアクトから一歩引こうかなっていうか、そんな感じになっちゃいましたね。そのステータス、リアクトで定義してるそのステータス管理とか、その辺がまあ分からなかったり、まあもともと JQuery で来てた人間なんで、もう画面以外のことだともう全然分かんない感じですね。でも今は、あね、ああよかった。そう、これちょっと、第二形態になった時がちょっと怖い。よし。あれ？ガスダブルは何だ？で、このステージ、まあ前にも言ってた、そのステージの開発ツールは、Next で実装していまして、で、まあ、今回のそのビート、このゲームのビートへの開発環境構築で1週間、先週から1週間もう丸々それに費やしてしまったんで、スペキンは Next をいじってないんですけど、まあ、ナクスト3ですね。で、あれもビートなんだかな？確か。フロント側の、はい。だから、そっか、それも早く開発再開しなきゃだな。で、何を喋ろうとしたか忘れてしまったんで、思い出すまでちょっとこのゲームに集中して。あれー、ダブルって何取ったっけな、俺は忘れちゃった。取ってみるか。あ、バーティカル、グラスリーのバーティカルも、バーティカルもっていうか、あの C 装備よく分かんなかったよな、あれ。特になんで 2way なのに後ろに
攻撃も必要なのと思って。でもあれないと、あの装備では無理ですよね。だからグラツーだとあれテールガンですよね、その D4 番装備で。あのグラスリーの C 装備のダブルがテールガンだったらもう無理だな、あれ。クリアできない。っていうか、何しても俺未だにクリアできてないんですよね。ああ、この時のバーティカルは強い。まあ、なんで、今のこの状態ってグラスリーに近い感じかなと思ってます。まあスプレッドがあるんで多少は攻撃、しやすいんじゃないかなと。そう、こういう感じで、その真上真下の攻撃ができない。まあ今で言えば真下ですよね。もうこの場所のルートはもうここしかないんですよね。よし。あ、やっぱりなー。うわー、まあこの前も2周目のこの場所でやられたんだよなー。いけるかなー、1周目は。どうだろう。ほら、攻撃できないんですよね。まあ、僕がそういう風に、ステージエディターで、まあ、そういう風にしたんで。あー、ラッキー。あー、いけるか。よし、もうこれ以上は、出ないんで。カプセルが欲しいんだけど、どう？あー、怖い。ダメだ。青カプセルが、あ、来た。やばい。ここは取りたい。もう一個。あ、ダメだ。危ない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 危
まあここで自爆待ちにしましょう。まああそうか、コンティニューしたからクリアじゃないんだな。まあでもその一瞬目だったら途中からその途中からでもまあクリアしやすい感じかなとは思ってます。この細いレーザーもそんなにスピード速くないんで、まあ壁で遮ってくれるんで、まあこの装備だったらまあややアンチっていう感じですかね。まあ今回そのビートっていう開発環境に切り替えたので、まあ今 GitHub に上げてるんですけども、ブランチをまあもともとそのウェブパック用にその、このゲームの回収しているブランチがあって、で今回ビートの回収に関しては別ブランチで切っていて、でまあ今回この挙動で問題なかったらその
ビートで回収したやつをもうマスメインか、今はメインにマージしようかなと思ってます。で、その元々あるウェブパック用のやつは、あれはあれでブランチは残しておいて、まあいざという時に、まあ、戻せるたりとかできるかなと。いざという時はないとは思うんですけど、まあ、ビートがもう不具合だとか、あと自分の用途に合わないとか、そういうことがない限りは、まあしばらくはビートで運用してもいいかなっていう感じですかね。さあ、2週目、残機がない状態なので、あんまりこう攻撃が、なんすかね、こう攻めの、敵に近づけてこう攻めるみたいなやり方はちょっと、あ、ワンアップ、よかった。一応このゲームは8万エブリです。常時8万エブリ、まあ8万だけど、なんだろう、そんなに難しいゲームではないんで、まあ進めていくうちにもう10機とかそんぐらいまで溜まったりするんで、まあ、ああ、怖い。ああ。ああ、怖い。なんか、ああ、カプセル取りたいな。ああ、やっぱ打ち返し。まあ2周目入ると打ち返しになる感じで、あ、危ねえ、まあでもそのビートによってその初期化処理を意識しなきゃ、意識しなきゃいけないっていう、あ、やばい、どうだ、打つなよ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 。レーザーでしてみるか。あー、怖い。鳥が怖い。まあ、この WindowsPC ってすごい小型のやつなので、まあスペックがそんなに高くない端末なので、まあしかも冷却装置もないんで、まあやっぱり熱くなるとその分パフォーマンスが劣化しちゃうのは仕方ないなっていう、まあその分このゲームがしやすいかなとは思ってはいます。さあ、赤をいい感じに、赤を、あ、あー、よし、よし、こんなとこでやられないでね。まあそのビート環境に切り替えることで、その初期化処理をまあ見直すことができたし、まあその確かにもうかそあのソースを回収、ファイルを変更するともう即座に更新してくれるっていうのは、やっぱりそれは大きいなとは思ってますね。
まあ、早いは正義ですよね。さあ、2周目。なんだかんだでシールドでここまでいけるもんなんだな。もう壁触れただけで削れるという、フォースはそういうことはないんですけど、ちょっと壁かしすぎたかな。そう考えると、あーやばい、変なとこに近づいて、あーもうこの真下がやっぱ打てない。スプレッド付きとはいえ真下が打てないってのはやっぱすごい不利だな。なんでグラスリーのツーウェイはあんな風にしたんだろうな。あれ意味わかんないよな。まあ斬新っていうんですかね、あの当時からしてみれば。まあそれはあったとは思う。ビートの話したら気づいたら2周目になってたっていう感じがしてるんです。ああ当たったか。まあいいや。まあ2周目はちょっとその弾のスピードとか敵のスピードとかは一部の敵に関しては速くなってはいますね。一応4周目までは、難易度が上がるようにはなってます。このレーザーのその衝突部分、まあ先週その更新したって言ったんですけど、やっぱいいっすね。衝突感がすごい伝わって、やっぱ僕にとっては結構そういう大げさって言い方になっちゃうんですけど、そっちの方がいいのかな。自分すごい慎重派なんで、出来上がりにこうインパクトがないというか まあよく言われてたんですけども、なんか当たり障りのないデザインっていうか、まあデザインっていう身分じゃないんですけど、このステージはレーザーでいきます。うまい具合にずれて、ああ反射が、反射じゃないって打ち返しがやっぱいやらしいです。まあ2周目になるんで、さっきこういうような敵とか、敵の吐き出す密度も増えるし、敵の、その敵の吐き出す弾の数も増えますね。まあ、当たり前というか、あー、これどうしよう。こっち先に壊し、あー、こんな登場遅いのか。で、あーどうしよう。この耐久性を信じて、もう、あれ？フォースじゃないんだ今。あれ？
そうか、フォークじゃなかったんだ。知らなかった。危ない。青がないかな。ここは、ツーウェイが、あれですね、強いですね。わあ、嫌な、危ねえ。で、早めにハッチを破壊して、うわあ、後ろガードがない。ああ、あれ、危ねえ。危ねえ。なんとか行けました。あれ、何話そうとしたか忘れてた。まあいいや、思い出した時に話そう。ちょっとこれは今回は逃げに入ります。まあ処理落ちがもうほとんどないんですよね。やっぱ今性能、マシンの性能がいいのか、本当マシンの性能の良さと、あとこの JavaScript でそのキャンバスタグがこう登場したってのがやっぱ大きい。あれ、なんだっけ、次後ろ。危ねえ。なんだっけ、もう忘れて。あ、そうかそうか。前、こういう、昔はですね、こういうブラウザーでアニメーションを作るってなったら、フラッシュとかっていうか、フラッシュだったんだよな。そういうのが、それベースで作ったんですけども。もうフラッシュからキャンバスに置き換えられっていう言い方でいいのかな。で、僕はそのタイミングで、こう JavaScript、今のモダンの開発、ウェブ開発、昔以前、その JavaScript で実務はあったんですね。まあ当時はネットスケープっていうブラウザーで、テーブルタグを使ってレイアウト配置したっていう、そんな時代で当時は JavaScript を書いて、まあクエリーセレクターがなかった時代なんで、もう、ゲットエレメントバイ ID とか、まあ、めんどくさい呼び出し方してたんだよな。もうだから動的にこう、なんか表現するとか、そういうのが、まあ、嫌だったんですよね。めんどくさくて。出来上がった
してもなんか右から左にしか動かないとか、そんなん別に動くぐらいの表現なんかいらなくねとか思っていたんですけど、まあそこからしばらくそのウェブから離れて、まあちょっとややバックエンド寄りで Java やったりとかしていたんですけど、2000何年だろうな、2012年、だちょうど10年前ぐらいか、そこから久しぶりにそのウェブ、ウェブってね、まあ当時で言うと PC 版のホームページを再開したっていう、僕の経歴の中では再開したっていう感じですね。で、当時、その2012年の当時では、IE が Q だったかな、確か。Q をベースにっていう感じだったんですけど、まあその時は jQuery がもうデフォルトっていうか、そんな感じだったんで、だからよっぽど変なんだろうな、かなり凝ったことをしなければ IEQ でもそんなに難しい実装はなかったんですよね。だから昔はその IE6 がもう地獄だったっていう、昔はよく言ったみたい、みたいっていうか、まあ僕はその時ウェブ開発ではなかったんであれだったんですけども、まあ今思えばその IE9 からその始めたっていうのが大きかったかなとは思いますね。要は苦労が、まあちょっと苦労された方にはまあ申し訳ないんですけども、そういう苦労なしで来れたのがすごい良かったなって。まあそれから10年今日経っても i11 がもう i11?11 だな、それがもうなくなるんで、だからもうあれですよね、どのブラウザーもほぼ同じ。ただ今はサファリが若干癖ある仕様で、だからまあ現代の IE とまあ揶揄されてるみたいなんですけども、揶揄されてるというか、まあそういう風に聞いたことがあるんですけども、まあ確かにそうで、なんか取り扱いが なんつうんだろうな、その例えば なんつうんですかね、その JavaScript の API でなんか挙動が違うとかそういうのじゃないんでですね、ブラウザー自体の仕様ですよね。で、例えば画面の幅とか高さを取りたいんだけど、サファリの場合はアドレスバーがあるんです、なんか独自仕様だったり、またその高さを考慮しなきゃいけないとか、なんか一癖あるような仕様なんですよね。だからこのゲームもちょっとそれに悩まされてはいます。普通にゲーム自体の実装には影響ないんですけど、 Windows サイズかな、やっぱネックは、うん、まあでもまあそうか、今度昨日アップルの発表会があったし、多分今週来週ぐらいには新しい OS が出てくるんで、また iOS のサファリの挙動をまたいろいろ
確認しないといけないです。いやー、あのアドレスバーがね、あ、サファリの。この食事の打ち返し、やーべえな、この数。まあ、自分で作ったんで、あれですけど。よいしょ。危ない危ない危ない。ちょっと緊張の意識がしましたか。どうだろう。ああ、やべ、青を取っちゃった。さあ、打ち返しの最後、ああここか。あ、でも後ろにいれば、あ、これぐらい耐久性のあるし、あ、まだ下が破壊されてない。よし、そう、まあ、前方のこのシールドですね、前方の耐久性がやっぱ強いんで、あ、やっぱ強いな。あ、これはいいっすね。だ、前によほどこう前に行かなければこうシールドでガンガンこう当たっても耐久性があるんで、まあいいっすね。あー、危ねえ、これが怖い。何発なんだろう、20発ぐらいかな、これ。さあ、次がめっちゃ怖いステージなんだよな。必ず一回やられる。この火のスピードが速くなるんで、まあでもこのレーザーだったらもう照射続けるんで、近ければ。だからその分攻撃がこうずっと保てるというか、普通のレーザーだと一回間が入ったんですね、打ち終わりの時間っていうか。あ、まあ比較的追い詰められる感はないですね、ずっと照射するんで。あ、だからまあ便利だな。さあ、後ろから来るの、どうなるんだろう。だから、ここにいた方がいいのかな。当たった。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。よしよしよし。うん。いいっすね。ここだよな、山場は。この狭い空間だから早めに、あ、まああれだね、スプレッドの恩恵も大きい。あ、いけるか、いける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 。あ、あー、そうですか。そうですか。まあいや、あー、あの、もう一回やられると後ろから来るのはもうないんで、あ、もうガンガン打ちまくって、この時期から近かったら、あの火の玉吐かないんで、かな。ちょっと耐久性はあります。あー、怖い。こういう風に、あの、地中に炎をこう当てる感じにしておくと火の玉が地中で消えるんで、だからこういう風に
端っこ端っこっていう風な動きにしてるんですよね。これ自爆待ちかな。この状態じゃ攻撃できないよな。あ、来た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 。じゃあ、あ、来た。打ち勝ってた。なんか、グラスリーやってて思ったのが、やっぱ装備によって耐久性が違うっぽいっすね。はい。なんだかんだで、あーまあでもね、一回コンティニューしちゃったから、なんだろう、正しいというか、正式に2周まで行ったっていう感じじゃないっすね。まあもう一回。よし。うわっ。打ち返しが。あー、やばい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 。あー、怖い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 。あねー。おお、おお、見えねえ、さっき弾も。よーく生き延びた。いやー、怖い。あー、ちょっと待って。待って。危ない。危ない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 。よし。よし。いやー、危ない。怖い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 。よく行けた。よし。で、ここで、あ、いい感じに積み上げ、よし！そうなんですよ。これ、積み上がれば楽なんですよ。グラスリーもそういう風にすればいいのにな、なんかな。2周目になると、まあ、多少この木のキューブのスピードが、こういうノーマル装備とかでも速い。ですよね。あ、でも2周目、あーでもな、この後どう戦おうか。まあでもダブルはやめよう、絶対。どんどん積み上げて、いい感じですね。積み上げて、積み上げて、もう来ないですね。はい、オッケー。うん、いいですね。こうやって、壁を作ってですね、その後ろに来る木のブロックが貫通するとかいうことはないです。何が言いたいかっていうと、グラスリーのキューブは壁があっても貫通するんで、する時があるんです。特にスピードが速くなったキューブは、それに何度もやられてるかっていう、多分スピードが速すぎて判定ができないんでしょうね。一応これは動いた分のエリアっていうも含めて判定をするようにしてます。あぶんね、怖いな。あ、いやー、そこかー。あ、ない。やだな。まあいいんですけどね、2周目なんで、それぐらいの強さは、いや、いけると思う。危ない。
奥うわもうやられると思った。一周目と同じことをしてる。いけると思ったんだよなぁ。よいしょ。うっそー、やばい、変なとこでやられちゃダメなんだよな。せめてキューブで、あーそこで会おうか。あ、また危ねー。あ、スピードが遅い。青多いな。なんだろうな。あー、嫌だな。やだな。よし、ここで。ダメ。スピードが遅い。あー。今のも危なかったな。早い。当たり前だけど。よし、詰め。いけ。レーザー取っ、あ、まあでもこれで最後か、いいや。まあこれで今回はこれで終了ですね。やばい。いやー、まあいいでしょう。スコアは8月はあのブラウザーを Chrome でプレイしてたんで、このサファリ、あ、ごめんなさい。エッジか。エッジにおいては、4位のスコアですね。まあいいでしょう。今日は、2周目の9面。まあちょっとコンティニュー付きでしたけども、まあそこまでいけた感じですかね。はい。さて、じゃあ、タイトルに戻りまして、まあ、今回そのビートの開発環境でプレイして、まあ初期化処理とかその辺もまあ問題なく動かせてそうなので、今のリポジトリで今プルリクしてるんですけども、後でマージしたいと思います。そろそろエディターの、もう何回も言ってるかもしれないですけど、エディターをちゃんとやりましょうと。今 XD を使ってデザインを決めている、とこ決めてるっていうか、まあ自分で作っているんですけども、まあ今まではそのプログラムでコード書きながらデザインをちょっとどうしようか考えたんですけども、まあやっぱさすがにですね、このステージ変更に関しては、なんか、まあやっぱ見た目の部分も、やっぱどうしても重要だし、すぐ差し替えたいなと思った時に、プログラムではやっぱ限界感じてたんで、まあ一応自分はそのコードを書くの得意な部類だと思っていて、すぐこう差し替えられるかなと思ったんですけども、まあやっぱコード書きながら設計するのは今回に関してはちょっと難しいなと。
いう感じで、XD を使って、今、デザインを決めているところです。年内には完成してですね、で、実際にこのゲームでステージをこうエディットしてですね、で、エディットした状態からプレイできるようにしていきたいなぁと。年内にはそれやりたいですね。なんで、もうこういう ビートだったり、レーザーの衝突のなんか差し替えとか、まあそれもそれ大事なんですけど、それはちょっと次会った時はちょっとエディター優先で進めていくようにしましょう。はい。じゃあ今日の配信は以上になります。ご視聴ありがとうございました。